はい、本日はですねこちらノースフェイスのクライムライトジップパンツを紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ珍しくパンツかって感じだと思うんですけど、まあそろそろ寒いじゃないですか。だからちょっと下半身の方もちょっといろいろ考えていきたいなということで思ってまして、でまあちょっとこういうのを買ってみようかなということで、あの後でも言うんですけど、これ防水でもあるんですよね。だからまあ一応冬のために買うのは買うんですけど、まあ例えば来年の梅雨時期とかでもこれ履けちゃうなみたいな感じで、まあポチッとしちゃおうということでポチッとしたということになってるはいてるんですけども、このパンツがですね、一応ノースフェイスでも結構いろんなパンツがあるんですよね、防水のパンツが。でそれいっぱいあってどれしようかなとかって思ってたんですけど、たまたまパッと見てたらそのクライムライトジップパンツっていうやつなんですけど、ノースフェイスがお好きな方からしたらもしかしたらクライムライト、あれ聞いたことあるなっていう感じになるかもしれないんですけど、まさにその通りでですね、こちらにクライムライトのジャケットがあるんですよね。でこれの、パンツバージョンということになっているので、一応両方買うとセットアップで着れちゃうよっていうような感じになってて、まあセットアップやから特におしゃれとかっていうことは全然ないんですけど、まあ多分このジャケットは結構人気で、僕の動画見て買い張ったっていう方結構多かったりするので、まあ、もちろん僕の動画見る前から買ってるよっていう方もいらっしゃるんですけどね、そういうのがあったりするので、まあどうせやったらパンツも買ってみて、まあなんかまあセットアップで合わせることは多分ないと思うんですけど、まあどういうパンツかっていうのを、まあちょっと今回ご紹介しようかなというので購入してみました。まあ、なので今日の流れとしてはですね、まあこちらのパンツの特徴、まあ多分クライムライトジャケットと被る部分って若干あると思うんですよ。やっぱり名前も一緒やし、それ用のパンツで作られてるから、まあ被る部分っていうのはもちろんあるんですけども、まあそういうところをさっとお話ししていったりだとか、であとはですね、まあデメリットのお話をしていって、で次におすすめの人で最後はサイズというところでおしまいにしていきたいなというふうに思いますので、これ見えるかな、ジャケットあっちも見えるか、はい、ということでいきたいなと思います。まずはですね、じゃあ特徴からいきたいなと思うんですけど、こちらクライムライトパンツがですねめちゃくちゃ軽いんですよね。でまあこの軽さの理由で何かっていうと、全体像をまずお見せしましょうか。全体像がですねこのように前はノースフェイスって足元にこのロゴがこっちに入ってるか、左足の方にポチって入ってて、でそれは特になくて、で後ろの方も別に特にないので、まあゴアテックスってロゴあったな、あったこの前のね右上のところにゴアテックスっていうロゴはあったりはするんですけど、別にそれ以外は特にないような感じになってるので、まあ結構シンプルな作りにはなってるんですけど、まあその軽くて薄いっていうのがですね何かっていうと、これが生地が結構薄いんですよね。なのでとにかく軽く作られてるということになってて、重さが何グラムやったかな、ちょっと調べますね。こちらで 240g っていうことになってるので、まあ、ジャケットが200何ぼやったかなぐらいやったから、まあまああれなんですけど、まあ、下半身240って軽いんかな。まあでも実際僕履いた感じで言うと、あ、軽いなっていう感じではあったので、まあ履いてもらって軽いなっていう感じはあると思います。一応生地の厚さは二重デニールということになってるので、全く上のジャケットと同じような生地感の、厚さになってます。ただですね、この薄いっていう、まあ薄くて軽いっていうのはいいんですけど、まあ、ただそれを、丈夫にするためにちゃんと生地はないという一番この世の中でも、強度のあると言われているポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、コットン、麻とかいっぱいある、キュプラとかいっぱいある中でも一番生地が丈夫と言われたらこのナイロンなんですよね。でそのナイロンを使用しているので、まあ、生地は薄いんですけども、ちゃんとそういった耐久性の面も考えられているのがいかにもアウトドアのパンツですねっていう感じにはなってます。一応最初に言っとくと、言うの忘れたんですけど、これもともとはですね街用っていう感じじゃなくて、このクライムライトジャケット自体も登山用として作られているので、このパンツも一応登山用ということで、ご紹介していきますね。ただ僕登山しないので、あくまで街として紹介しますので、登山の話聞きたい方はちょっと違うチャンネルに行っていただく必要があるので、それはご了承くださいということになっているので、次は防水というところに行きたいんですけども、まあ、これはですねさっきもちらっと言ったんですけど、ゴアテックスということになってまして、ゴアテックスというとですね完全防水 でさらに、暴風風も防いでくれる。だから冬とかでちょっと寒いなとか北風が吹いてきたなっていう頃なんかの、まあ、特に日本海側とか寒いじゃないですか。でそういう時とかでもちゃんと風は入らないようにしてくれるし、もちろん雪であったり、あと水しぶきとかバーン飛んできても全然大丈夫やったりとかしますし、あとはそれだけじゃなくて、こう蒸れとかも中にこう溜まった蒸れとかもちゃんと逃がしてくれるような設計にはなってます。ただこれ蒸れに関しては履いててめっちゃ蒸れが逃げていってるというところまではいかないんですけど、実際のデータ上はちゃんと蒸れが1時間にどれぐらい放出されてますよっていうのがあったりするので、まあ、カッパとかと比べてもらうと全然違うんですけど、糖質性がすごいあるって聞くとめっちゃスースーするんかなので、そんな感じではないので、まあ、それは同じゴアテックスのジャケットも同様なんですけど、まあ、そういったところの、防水とか防風性があるというところのいかにも登山用品っぽい感じの特徴があったりするということになってますね。
はい、で次が、これがですね、足が動きやすい設計になってるんですよね。で、まあ、履いてる様子っていうのをちらっと今見てもらっていいかなと思うんですけど、履いてる様子から見てもらっても、足をこう上げたりとか下げたりとかする動作って、まあ、登山でよくされたりとか、もともとこれ登山用でさっきも言ったんですけど、まあ、そういう用途で作られてたりするので、ちゃんと足が上げたり下げたりしやすいように、例えば今とかやったらテイパードって言って、足首に向かってキューって細くなっていってるパンツってあるじゃないですか。ああいうパンツやと上げるときに、その足首の細さがこのふくらはぎのところにガンって引っかかったりするので、あんまり上げづらかったりするじゃないですか。でそのために、あの伸びるストレッチ素材とかを入れたりしてるんですよね。ポリウレタンっていう素材を入れたりはしてるんですけど、まあ、これに関してはもうナイロン100で作られてるので伸びないんですよ、全く。でも全然伸びないので、あの足とか上げやすいように、元のサイズからちょっとなんていうんですかね、テイパードとかじゃなくて、ストンと、あの足元にストンと落ちるようなシルエットというか、そういう形になってるというところが、まあ、足が上げたりとか下げたりとかしやすいような感じになってます。まあ、なので、そういったところになってて、次の特徴でもこれちょっとつながってはくるんですけど、何っていうと、ブーツとかが履きやすいように横にジップがあるんですよね。でこれをですね、ポチって開けてあげて、ジップを上げてあげることによって、あの足元、セクシーな足元がチラッと見える感じになっているので、あのチャイナドレスのところまではいかないんですよ。チャイナドレスまで行ったりしたら、もうちょっとなんかあのみっともないスネ毛とかいっぱい見えてくるじゃないですか。そこまでは誰も求めてないですよと。そんなスネ毛登山中にちょっと頼むから見せんといてくれっていうことやと思うんですけど、まあ、僕はこれ登山で履くつもりないんでいいんですけど、まあ、これがですね、だいたい膝ぐらいのところまではジップが開けれますっていうようなことになってたりするので、まあ、これが何かっていうと、やっぱり登山のブーツとかもそうですし、まあ、もちろん街中でブーツ履きある方もそうやと思うんですけど、ちょっとこのテイパードとか足がこう細すぎると、先っちょが細すぎると、こうブーツをあのインでインというか、上からかぶせれないじゃないですか。なんかちゃんとそういうところも考えられて、もともと太めに作ってあるし、なおかつここにジップがあるから、そういうどんなブーツでも合わせれるようになってるという感じにはなってるんじゃないかなと思います。だから使い方によっては、これボードというのも使えるんですかね、スノーボードとか、ちょっとわからないですけど、まあ多分こういった機能があるので無理ではないとは思うんですけど、まあ、そんな感じになってるっていうのが、まあ特徴にはなるんですかね。まあ、なのでちょっとセクシーな機能もついてるということにはなってますね。で次はデメリットに行きたいんですけど、まあ、デメリットが何かっていうと、あのこのジャケットに関してはですね、結構デメリットないっていうので結構有名やったりするんですけど、まあ、勝手に僕が言ってるんですけどね、あのこのパンツに関してはですね、これデメリットがあるんですよね。これ何かっていうと、大きく分けて2つあって、まあ、1つ目っていうのがさっき言ってたみたいな形、まあ、形自体がこうまっすぐ落ちてるから、僕今履いてるようなねパンツって結構細いじゃないですか。ストーンと細いような感じになってるんですけど、もうちょっとダボってダボつくんで、どっちかっていうとあんまりスタイリッシュさがないんですよね。だから、まあ、あのそういうのが別に全然なんともないとか、むしろそれでもおしゃれに俺は着こなせんねんっていう方は全然いいと思うんですけど、まあ、ちょっとスタイリッシュさがないので、なんか何も考えんと履いちゃうと、ちょっとなんか休日感が出ちゃうというか、まあ、僕も31なんでちょっと休日のおっさん感が出ちゃうこともあったりするので、まあ、ちょっとサイズ感っていうか、あの上とのちょっとバランス見ながら合わせたりしないといけないので、まあ、その辺はこう最近ね、特に細身のパンツって、あのアウトドアメーカーって多いじゃないですか。で、まあ、私服とかやったらここ結構大きめのデニムとか大きめのパンツだったりすると思うんですけど、こういうなんていうかね、ストレートタイプってあんま履かないんで、まあ、ちょっとこの辺が、登山用品なんかなというところがあったりとかしますし、で次が結構僕にとってでかかったデメリットなんですけど、まあ、何かというとですね、まあ、僕これさっき言ったみたいに冬場履くっていうのもそうなんですけど、梅雨にも履きたいって言ってて、まあ、メインとしてはやっぱり僕普段そんな街中出歩くことないんで、その辺散歩するぐらいなんですよね。その時に嫌なのが何かっていうと、これポケットないんですよ。だからあのちょっと街中歩こうと思って、鍵とかあったりとかしたら、いちいちボディバッグ持っていかなあかんかったりとかするんですけど、普通ってこういうのって大体この何ですか、横のところにポケットあったり、後ろのところにもポケットあるじゃないですか。こういうのがポケットあったりとかすると思うんですけど、これに関してはですね、ポケットが全くないんですよ。ちょっとそのチャイナドレスして結構セクシーライン見してくれるのはいいんけど、重要なポケットないですやんっていうことになってると思うんですけど、まあ元々はね、これ登山用で作られてるから、基本的にこういう上のジャケットにポケットがついてたり、あとリュック背負ってるっていうのが想定されて多分作られてるので、まあ、あのチャイナ機能だけつけておけばポケットそんないらんっていうことで省いてるんやとは思うんですけど、まあ、あの僕みたいなあの引きこもり系散歩 YouTuber からしたら、やっぱりポケットはちょっと欲しいなというところになってますので、まあ、これ人によってどうかわからないですけど、僕にとって結構デメリットやったんで、まあ、そこはお話ししたということになってて、じゃあそれがおすすめの人誰なんということになってくると思うんですよね。で、まあ、これ分かりやすく言うと、先に言うとおすすめじゃない人を多分伝えた方が分かりやすいと思うんですけど、まあ、何かというと、このパンツを履く際に屋内とか室内で履く方からしたら全く必要ないんですよね。あの防風性である必要もないし、防水性である必要もない。でもちろん室内でも履けるんですけど、例えばパン1の上にこれ履いたりするじゃないですか。でそもそも例えば裏の生地とかがそんなに別にあの肌触りのいい生地とかでも何でもなくて、まあ言ったらナイロンなんで、
まあ、ナイロンが地肌に当たってるのってそんな気持ちいいことではないじゃないですか。って考えるとやっぱり室内とか屋内で履くっていう方よりかはどっちかというと外とかで着る。でもなら例えば仕事もそうですよね。でもちろん登山もそうやし、あとスポーツとかもそうやと思うんですけど、まあ、そういった外とかで履いてるからどんな環境でもいいっていうか、どういう雨が降ってたり風が吹いてたり雪が降ってたり雷が落ちてたりどんなことがあってたりしてても、まあ、対応できるということになってるので、やっぱ外で活動される方なんかには向いてると思うので、まあ、僕ももちろんね、外で活動する時に履くためなんで家ではこれ履かないので、まあ、散歩したりとか、あとまあウォーキングしたりとか、あとはその辺ふらーっと歩いてみたりとか、まあ、そういった時とかに多分これを履いていくんやとは思うので、まあ、そういった外で活動される際には結構いいんじゃないかなというところになっておりますということになってますね。まあ、やっぱり防水なんで、しかもゴアテックスの防水なんで本当に長く持てるんですよね。まあ、それ考えるとこれ見ていただいてる方の生活のライフスタイルによっては全然違うと思うんですけど、まあ、それ結構外行くでっていうことがあるんやったら全然買っといても、まあもうまあ結構長くは履けるんじゃないかなということになってますね。であともう一つちょっと言うの忘れてたんですけども、このパンツがですね、おすすめの人にもう一個当てはまるんですけど、例えば僕の今みたいな感じでこういった下にダウンパンツ履いてるんですよね。これまたいずれ紹介しますけど、ちょっと撮る順番が逆になってもうこれ撮影し終わってるんですけど、またしばらくしてからアップされると思うんですが、こういったダウンパンツとか履いてる上に例えば履くとかっていう方にも結構おすすめだと思うので、例えば仕事まではバイクで行ってるよとか電車で行ってるよってなって、例えば中に制服着てるけどその上から履いちゃうとかっていう方にも結構おすすめだと思うんで、まあ、そういった履き方なんかもいいんじゃないかなということになってて、で次がサイズ感ということになるんですけど、まあ、サイズ感がですね、僕が 178-65kg で足の長さはですね、まあまあ長め、めちゃくちゃ長いわけじゃないけどまあまあ長め、先ほど生地は伸びないって言ったんですけど、ウエストのとこにはちゃんとゴム入ってるので、まあ、多少例えば大きかったりとかしてもこれぐらいやったら全然ゴム効きますし、さらにこれ以上もっと絞りたいとかやったら、まあ、この紐ギュッて絞ってあげれば全然問題なかったりはするので、僕が一応 L サイズで着用してるんですよね。で、まあ、L で丈的には全然ジャストっていうことで、まあ、ウエスト的にはもうちょっとちっちゃくてもいいかなっていう、まあ、ウエストは細いんですよっていう、まあ、ちょっとした自慢をここに入れてるんですけど、まあ、それぐらいのサイズ感になってるので、まあ、M でも全然いけるのはいけるんですけど、まあ、そんな感じかなというところがサイズ感になってますね。まあ、最後着用とか見てもらえれば、まあ、イメージはつくと思うので、まあ、そんな感じっていうのがざっくりした感じですね。まあ、これパッて見てもらったら分かるんですけど、めちゃくちゃストレートじゃないですか。これちょっと後ろあるから邪魔なんか。こんな感じ、もうストーンとこうテイパード全く効いて細くなることなくストーンと押してるじゃないですか。だからまあ足も上げやすいのもそうなんですけど、まあ、スタイル的には好き嫌いはちょっと分かれちゃうというか、まあ今っぽくはないかもしれないですね。はい、ということになってますので、本日はですねこちらのノースフェイスのクライムライトジップパンツを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Back at me.